皆さんこんにちは。2023年5月、またしても相撲界に浮上した暴力問題。この暴力問題は陸奥部屋の力士同士で起きた問題ですね。そんな不祥事をきっかけに注目を集めてしまった陸奥部屋ですが、陸奥部屋の部屋付き親方である鶴竜は6月3日に断髪式を控えています。そんな中起きた部屋の暴力問題は大きなとばっちりにもなりかねませんね。今回は断髪式を控えた鶴竜について深掘りしていきたいと思います。6月3日に断髪式を控える大相撲の元横綱鶴竜親方、最後の相撲は6歳の息子と取りたいと語っています。そんな鶴竜について調べると良い人エピソードしか見つかりません。誰もが口を揃えて人格者というのです。このことだけでも鶴竜の人柄を表していると言えるのではないでしょうか。では鶴竜について見ていきましょう。大相撲界の貴公子とも呼ばれる鶴竜はモンゴル国ウランバートル出身の第71代横綱ですね。鶴竜が育った家庭は大学教授一家の裕福な家庭に育ち、スポーツは万能でテニス、バスケット、レスリングなど、当時のモンゴルの普通の家庭ではできないようなスポーツを経験してきました。さらに裕福だったことで家で日本の相撲を見ることができたことがきっかけとなり、旭鷲山らの活躍を知った鶴竜は力士を志したのです。実は鶴竜は一歩間違えれば力士ではなく床山になっていたことをご存知ですか。鶴竜は相撲界へ入門するために花籠部屋の新人選考会に参加したのですが不合格になっています。しかし諦めきれず自分で書いたモンゴル語の決意文を父親の大学の同僚に和訳してもらい、日本相撲振興会会長宛に送りました。会長は井筒親方に相談し井筒部屋に入門が決定。2001年11月場所で初土俵を踏むことができたのです。井筒親方は入門時の鶴竜は体重が65キロしかなかったので、初めは床山にでもしようかと考えていたそうですが、鶴竜は3ヶ月で82キロまで増やし、新弟子検査に合格した時に親方を見てニコッと笑った鶴竜の姿に育てようと決めたと語っています。先代からの弟子を除けば入門時から関取まで育てたのはモンゴル出身の鶴竜だけですね。こうして親方は鶴竜を最高位まで育て上げたのでした。ではそんな鶴竜が人格者と言われるエピソードを見ていきましょう。鶴竜が横綱時代、横綱鶴竜について身の回りの世話をする付け人たちが続々と十両に昇進し、各界で一人前とされる関取になっていると話題を集めたことがありました。その背景にあったのは後輩たちの力士人生をより良い方向に導く鶴竜の生き様と考え方があったのです。鶴竜は井筒部屋所属力士ですが、横綱になると付け人は7から8人が必要となります。井筒部屋には当時力士が鶴竜を含めて5人しかいなかったため、時津風一門の錣山部屋一門の枠を超えて高砂部屋や春日山部屋など他の部屋の力士数人が鶴竜の付け人としていろいろな仕事をこなしてきました。付け人を経験している追手風部屋の彩りや大翔鵬、錦戸部屋の極真道らが十両昇進を経験していますね。中でも出世頭はなんといっても幕内優勝も成し遂げた錣山部屋の阿炎です。激しい突っ張りで土俵上を動き回り、横綱を倒す金星も3つ挙げている人気力士の阿炎は、あの付け人時代がないと相撲をやめていたかもしれませんし、絶対に今の自分はありませんと断言しています。阿炎が鶴竜の付け人になったのは一度上がった十両から幕下に転落していた2016年でした。思うように白星を挙げることができず自暴自棄になっていた時期に鶴竜の姿を身近で見て貴重な人生勉強を積んだと語ります。そして阿炎は人としての振る舞い、心の強さを学びました。満員のお客さんの前で勝っても負けても変わらない、たとえ負けても人に八つ当たりをせず記者の方の質問に返答されていましたと説明。鶴竜は各界の最高位に座りながらも決しておごることはなく、黒星を喫しても感情に任せて周囲に愚痴を漏らすこともありません。自らとしっかりと向き合って日々の土俵に向かう言動を背中で教え、やんちゃだった若者を改心させたのです。横綱はすごく大きい人なんだなと実感しました。自分も少しでも見習って少しずつでも変わっていけばまた上に戻ることができるんじゃないかと思い始めたんですと阿炎は鶴竜の背中を見て大きな学びを得たことと人生の転機だったことを語っています。こうして阿炎は生まれ変わると
日常生活の面から見直し、相撲への鍛錬も重ねて十両に復帰し、幕内昇進へと突っ走ったのでした。その鶴竜へ阿炎と彩りの師匠錣山親方、元関脇寺尾は、二人とも鶴竜の付け人につけさせてもらい、成長させてもらったと謝意を隠さないほどですね。鶴竜は人に教えるということは難しいこと、自分がやってきたことがその人に当てはまるかどうかは分かりません。自分のことを見て、それぞれが何か一つきっかけをつかんでくれればいいと思っていますと、付け人に接する際のポリシーを説明しています。2018年7月場所、阿炎が鶴竜に恩返しを果たしました。大相撲名古屋場所5日目、東前頭3枚目の阿炎がこの場所一人横綱となった鶴竜を突き出し勝利。観客の視線から姿が消える花道の奥、阿炎の目から涙がこぼれ落ちました。土俵では我慢したけど、花道を過ぎたら泣いちゃったと明かし、鶴竜から奪ったこの金星を今までで一番嬉しいと語りました。大相撲では世話になったり、稽古で胸を借りた者に勝ったりすることを恩返しと言います。阿炎にとって夢だった恩返しを果たすことができたのです。やんちゃだった阿炎は、支度部屋での取材中、鶴竜への尊敬を身をもって示し、正座しますとあぐらでの会話を中断し、自ら正座したのでした。次に鶴竜の穏やかで優しい人柄を表す報道陣とのやり取りを紹介しましょう。いつものように一人で門の外に出てきた鶴竜は、顔なじみの相撲担当記者とちょっと砕けた立ち話していました。しばらくすると空から雨が、その瞬間鶴竜はこちらへどうぞと屋根のあるところへ招き入れたのです。担当記者とのやり取りは部屋の前での立ち話だったので配慮してくれた鶴竜ですが、なかなかできることではないと語り、報道陣も改めて鶴竜の人柄を垣間見た瞬間だったようです。2021年3月に引退を表明した鶴竜、体が悲鳴を上げてもう無理なのかなという気持ちの方が切れて、中途半端な気持ちで土俵に上がるわけにはいかないと思い、引退という決断をしたとその胸中を語りました。先ほど紹介したように、16歳の時大相撲の世界に憧れて手紙を日本相撲協会に送ったことで入門した鶴竜ですが、そこには自身の経歴や大相撲への情熱を綴った他に、書いた内容を明かしました。もし拾ってくれたら一生懸命頑張りますからと書いたんで、その言葉を守ることができたんじゃないかなと思いますと書いた内容を明かすとともに、自身の土俵人生を振り返っていました。鶴竜は自らが相撲協会へ書いた手紙の内容をずっと胸に力士人生を歩んでいたようです。人間としても男としてもお相撲さんとしても本当に成長させてもらったなと思います。感謝の気持ちでいっぱいですと、人間的にも大相撲に成長させてもらったと感謝の気持ちを述べていましたね。一方で、横綱鶴竜に育ててもらい人生に影響を与えてもらった力士たちが一体どれだけいるでしょうか。力士としては相撲巧者であり、人間としては優しく懐の深い横綱鶴竜、引退時には各界の看板を背負う力士を育てていきたいとも語っていました。これまで多くの力士が鶴竜の影響を受け成長したように、鶴竜親方の弟子となる力士たちもたくさんのことを学ぶことでしょう。現在道の区部屋で起きている暴力問題には鶴竜は心痛めているに違いありません。そして間もなく断髪式を迎える鶴竜が、晴れやかな気持ちでその日を迎えることができることを願うばかりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。